まあ、とにかく大変だったということと、一個一個の文章がむちゃくちゃ少ないっていう、だからもう動画の本当にもう腰しかしてないので、そこは一つですね、この QR コードでQR コードで動画飛んで、はい、生配信でも言いましたけど、時代順にしてあるっていうところが大きなポイントなんですよ。視聴者の皆さんから散々言われたんですよ、それは時代順にしてもらえませんかみたいなことを要望があったんで、時代順に並んでるんで、まあ どの辺がルネサンスなのかとか、どの辺誰々がバロックの回なのかとか、そういうのは分かるようになってますよ。それでこの順番に沿っての編集になってますから、じゃあ今までご覧いただいたやつを今度年代順で見てみようかとか、そういう見方をしていただくときにお役に立っていただけるんじゃないかなというふうに思います。あとあの人物相関図っていうのがね、おお、いいですね。いいと思うだろう、はい、いいと思うでしょう。あんまり役に立たないんで、うん、なんかね、あのホルバイン父、ホルバイン子、親子とかね、当たり前じゃねえかよみたいな友達とかね、割と当たり前な当たり前なことが書いてあると五郎さんは言っていますが、カラバッチョの凄まじい交友関係など画家たちの関係性が一目でわかるのでとっても便利です。ほら、動画をご覧になる方はさ、わーってな、30分かよとか思うじゃないで、その場合、まあ、どんなことを言ってるかをこれで見てもらえば、うん、ものの 2,3 分で読み終わりますから、あ、これだったら見なくていいやとか、これだったら見てみようとか、そういうのでお役立ていただければ、うん、でもすでに見た方も復習には、はい、すでに見た方はだからこの時代順にこう追って見ていただくっていうね、もうそれはもうただ QR コードでこうやってくるだけで時代順に見れるようになってますんで、私も復習しますマモンさん、少し復習してくれよ。あと自分がいなかった時の回もちゃんと見といてね、はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。